山田です。さっき、今日の分の編集が終わりまして、いつもだったらね編集終わった後にいろいろやることあるんですけども、今日はちょうどね時間作れるわと思って、今9時ですね。集中できるじゃねえかと、撮れんじゃねえかということで今回ね、色違いが今回といっぱい追加されましたということで、正直撮れる気はねあんましてないんですが、兜および、ココドラも僕まだなんでね、ココドラあとオムナイト、はい、これらを撮っていこうと思います。ついでにね、プテラのタスクとかもあったらプテラ原生もやりたいなということで、3時間ほど頑張っていこうと思いますっていう動画を撮るために来たんですが、一旦聞いてほしいんです、一旦聞いてほしいんですね、今回ほらね本当にいっぱい出てるじゃん、兜もオムナイトもね。でもちろん動画撮ってない時も僕ゲットするんですよ。でちょうどね、ちょうど本当に今ね公園に着いたところ、着いたタイミングだったの今で、着いてでそのなんかじゃあもうカメラの準備もしてて、メガネもかけてよしやるぞっていう時に目の前に兜がいてね、でそれは触るじゃん、そりゃもう習慣になっちゃってるからね。そしたら緑色だったんだよね。ちょっとこういう結果になっちゃったんで、とりあえず、捕まえます。じゃあちょっと今回のサムネを撮ります。はい、兜が出てさも僕がその撮影中にね兜に色違い兜に出会えたみたいな感情サムネ、いきます。はい、今回これでいきます。はい、それではとりあえず撮ろっかね、ゲットしましょう。はい、いやちょっとこれはねもう絶対逃げさせたくないんで、金釣りハイパーというねもう完全チキンプレイで、あいよいしょと、ちょっとあーちょっとさすがに円の中に入れなかったけど、まあいっか。はい、1の2の3回目、はい、 OK。 はい、ということで私山田、今回追加された色違いのうちの一種カブト、緑色カブトをゲットでございます。はあ、やってんな、ほんと。なんでなんだろう。なんでカメラ回してない時とか気抜いてる時にばっかり出るんだろう。ほんと嫌になっちゃうね、これね。はい、とりあえず光ってる、うれしい。あ、答えじゃ普通ですね。わかりました。じゃあ早速なんですけど、この子進化させちゃいましょう。これ動画の山場マジでさ、ここで終わる可能性あるんだけど大丈夫かな、一回やろう。はい、とりあえずこれ進化させます。OK。はい、では兜進化させますか、ゴー。カブトプス。緑色のカブトプスね、欲しいですからね。よいしょ、一旦座ろう。おい、いやーちょっと上野公園、そういえば幕の下の時もですね、僕上野公園だったな、あの時もね。はい、おお、これさカブトプス緑色めっちゃかっこよくない？個人的にすげえこれお気に入りなんだけど、岩砕きストーンエッジということですね。はい、ありがとうございます。あーちょいろんなところにいろいろオムナイトは、はい、オッケー。ということでじゃあね、オムナイトやカブと、この後もねちょっと上野公園で頑張っていこうと思います。今21時過ぎですね、なんで3時間ありますからね、頑張っていきましょう。はい、マジでごめん。はい、これねもしかしたらやってない人いるかもなーっていうところでちょっとね紹介するんですけど、今おお危ない危ない、僕ね相棒を、はい、いやあーもう光っちゃって見えない、こうだな、はい、ポッポに変えました。なぜかというとね、今ちょうどタスク拾ったところで、そのタスクがねあれですね、あの相棒から飴3つもらうってやつで、今移動距離がほら4分の1で飴もらえるじゃないですか。このことからね、ポッポだったら通常1キロが4分の1キロが、4分の1になって250、で250メートルかける3だから750メートル、1キロ歩く必要ないんですよね。ポッポ、まあ、ポッポだけじゃないですけど他にもね、同じ移動距離のやつがいるけど、もしもサクッとねそのタスクこなしたいなーって人は、その瞬間だけでもね、だから1キロだけでもポケモンをねポッポとかその辺に変えてあげるといいと思います。ビードルとかキャタピリーなんでも OK ですね。はい、やっていこう。はい、卵孵化のタスクです。オムライトだっけな確か。はい、じゃあね。
待って、よい、うん、進化させてのタスクだね。プテラ、んこれ何の弾、えい、おラッキーじゃん、シェイ、よし、じゃあ移していきましょう。さっきの進化のやつね。はい、さ、何プテラ、通常かカラーか、まあ通常だよね。はい、さ、本当に冒頭のカブト以外出ない説あるな。とりあえず上野公園のタスクほとんど、1回触ったんですね。でオムナイトとかカブトももちろん出るんだけど、その別にあの2匹って今どこでも出るじゃないですか、正直ね。なのでちょっとね、タスク、あのプテラのタスクがもう公園の中望み薄になってきたので、場所を少しずらそうかなと思います。はい、ということで残りオムナイトプテラの色違い目指して頑張っていこうと思います。実はなんですけど、こういうね、あの、まあ、今回上野公園って、あの、一応巣になっちゃうところで、しかもオムナイトも、カブトもね、今回の巣の対象じゃないんですよ。これ見た感じ多分ヒメグマかなと思うんですけど、こういうね色違いの厳選したい時はね、あんまり巣ってやっぱり良くないんですよね。まあ、あのご存知の方もね結構いると思うんですけど、その総数からね出てくるポケモンが偏っちゃってるから、欲しい色違いの2種以外のやつらが出てきちゃうことがまあ多いわけですよ。ってこと考えると、極力何も出ないみたいな、そんなところがね、あ、何もって言い方あれですけど、巣じゃない、巣の反転になってないところに行く方がいいんですけど、じゃあなんで僕がこういう風にね、まあ別に上野だけじゃないですよ、日比谷とかさ、そういった公園で、色違いの源泉とかしてるかって言われれば、単純に歩きやすさと取りやすさだね。そう、なんかね、でもたまにはそういう話もしようかな。あの、僕基本的に例えば撮影するときにこういう風に上の角度にするんですよね。なんですけど、例えばこれはこういう風にした方が僕すごい楽なんですよ。でもほら、こうするとこうやってね、道が映っちゃうんですよね。あと、ちょうど今僕がこれ撮ってるときに、こうやってるとき、この辺を今自転車がシャーっといったじゃないですか。これがこの角度だとその人の顔が映っちゃうんですよね。だから、そのなんていうんですか、そういうところを結構加味しないと、なんていうんですか、要は後々の例えばモザイク処理だとか、あとその映り込みしている人に対しての許可だとかっていうのが本当に、あの、もう山のようにねやんなきゃいけなくなっちゃうんですよね。単純に動画作る上での時間がどんどんこう伸びちゃうというか、それをねなんとかするために、基本的にこういうところにしてます。あとは、まあ、こういう風に自撮りしている時っていうのは、やっぱりその狭い道、人も通りやすいところよりも、もう今とかね全然人通らないような道使ってるんで、そういうところの方がやっぱり、そういった意味でね、基本的には公園みたいな感じでやってます。ただ、まあ、あの公園でね、僕がね動画でやってるからといって、あ、公園の方が基本的にいいんだみたいな風に思うと、そこはちょっとね、やっぱ、あの、違うの、違うよっていう話をね、まあ、たまにはしてみようかなみたいなね、そんなこと思ってますと言ってる間に、もう間もなく11時か。これはきついかな。まあ、一応一種取れてるんだけどね。でも、もうほとんど今日のロケスタート前だからな。まあ頑張りますか。さ、何色プテラだいと普通だよね。はい、タイム23時35分。はい、あの後もねずっと、撮っておりましたが、ですね、なんと色違いをもう一匹ゲットしてないやつ見つけることができました。はい、ではそちらを見せしましょう。せーの、ババーン。はい、あ、ゲットは無理でした。はい、もちろん。はい、ピンクのプテラを、まさか、こんな形で初めて見ることになるとは思いませんでしたね。ということで、まあ基本的にやっぱ3時間でね色違いはね出ません。まあ1匹出た時でも上々ですからね。はい、でまあ色違いちょっとやっててね思ったんですけど、あのやっぱり以前と同じかな、基本的には通常の色違いの確率と同じかなと思いました。300分の1かな。でまあ期間まだまだ今回あります。今日やっと僕、あのなんていうんですか、色1匹取れたけど、まあ普通にいい方だと思います、運としてはね。はい、ということで残りの、2種、プテラと、あ、まあ、ココドラもか、ココドラもまだ見るようなんでね、ココドラ、オムナイト、プテラ
ね、目指していこうと思います。でプテラね、やっぱあれですね、あのタスクだけだと効率悪いですね。なのでどうしても欲しいっていう人は日中レイドがやってる時間に回るのがやっぱおすすめかな。うん、ちょっと夜だとねかなり効率悪い、タスクが出ないと捨てちゃうし、だからメインはレイドで、でサブでタスクみたいな、そんな感じのポケ活を昼間にするのがやっぱいい気がするね。休みの梅野は人がいっぱいいますね。そりゃそうだ、土曜の夜ですかね。はい、ということでね、まだまだ、いろんな、今回の色違い頑張っていこうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。